全プリキュアカッパード計画。こんにちは、カッパードだ。今日はプリキュアたちを全員カッパード色に染めてやる。俺に似てるプリキュアを全部俺カラーに塗っていくよ。まずカッパード化するのは貴様だ。スタートゥインクルプリキュアのキュアミルキー。君はすごく俺様カッパードに似てるぞ。カッパード色に染め上げてやる。よーし、塗り塗り。顔色はとっても美しいブルーだ。うん、似合ってるな。髪の毛はちょっと濃いめの緑だな。そう、こんな色。頭のお皿が特徴だけど、ちょっと濡れないので、もしかして薄色かな。お皿の色を星で表現しよう。この部分は黄色かな。俺様はアクセサリーも黄色だ。目の色は実は赤なんだよな。そうそう、こんな感じの目の色だ。服の色はとっても濃い緑色だな。で、あとは腕の部分がブルーだけど、それはこれで表現するか。ここは黄色で塗るぞ。口の色もあって、口の色もうちょっとピンクだかな。ピンクすぎるか？やっぱこれぐらいがいいか。うん、影をつければキュアミルキーをカッパード化することに成功した。どうだ、完全なるカッパードだろう。背景にも色をつけてみよう。やっぱり緑色かな。素晴らしい。あ、この色もいいな。よし、これで出来上がりだ。キュアミルキーをカッパード化することに成功した。完成おめでとう。祝福してくれているぞ。さあ、他のプリキュアもどんどんカッパード化していこう。次にカッパード化するのは、ハグッドプリキュア。この中にも、俺様に似ているプリキュアがいるんだ。それは、キュアエール。なんだかちょっと似てる気がするんだな。よーし、カッパード化していくぞ。キュアエールの髪の色も、こんな感じの色で塗って、美しい。眉毛も塗り忘れずに塗って、顔の色は、こんな感じの色かな。もうちょっと薄いか。こんな感じの色だな。よし、いい感じだぞ。目の色は、赤。ここも赤で塗っていくぞ。この辺りはどうしようかな。カッパの皿の色にしようか。こんな感じだな。花もこんな感じと、ここをブルーにして、ここは黄色にしようか。
エレガント。アクセサリーも黄色。この部分も黄色にしていくぞ。キュアエールが持っているボンボンは緑にしていこう。キュウリみたいでいい色だな。ここも緑にして、ここはもっと濃い緑だな。ここはこんな色か。いや、ここはまつげだから髪の毛と同じ、眉毛や髪と同じ色にしよう。うん、素晴らしい。口の色はこんな色かな。影をつければ、うわぁ、キュアエールも完璧なカッパードじゃないか。びっくりした。まさかこんなにカッパード色に染まるとは。背景はちょっと明るめの緑にして、うん、素敵だ。2人目のカッパードキュアエール完成、おめでとう。祝福してくれているぞ。ブリキュアカッパード化計画まだまだ続く。3人目のカッパードになるのは、キラキラプリキュアアラモードに出てくるキュアカスタード。君にはカッパの才能がある。キュアカスタードをカッパード化していくぞ。髪の毛を緑にぬりぬり。おっと、背景を塗ってしまった。塗り消しボタンだ。お、これは髪じゃなかった。髪じゃないが緑でいい気がするな。ここが髪か。ここが髪で、ここも髪の毛だな。ここも、うん、ここも緑で塗っておこう。そして頭の皿の部分は、ここをこんな感じの色で塗ろうか。ここは黄色で塗っておこう。いいんじゃないか。あ、赤。俺様の額の部分に赤があるから、ここは赤で塗るか。うんうん、なかなかいいぞ。で、アクセサリーは基本黄色だな。そう、こんな感じで。あ、肌も塗ってしまう。次は顔の色になるか。もうちょっと薄いかな。うん、こんな感じの色だな。肌の色、よし、とても似合ってるぞ。続いて目の色だ。目の色、うん、いい感じだな。服の色、おお、かっこいいぞ、なかなか。うんうんうん、こんな感じだな。ここもこんな感じで、それから薄めの緑でも塗っておこうか。いいんじゃないか。で、ここは黄色、もう黄色で塗っておこうか。あー、あ、違う、そう、ここ腕の部分は、ここは青で塗っておこうか。このラインは濃いめの緑かな。うん、なかなかいけてるぞ。口の色はこれで塗って影をつければ、うわぁ、キュアカスタードもなかなかいいカッパード色に染まったな。背景をこんな感じの緑にすれば完璧だ。キュアカスタードをカッパード色に染め上げることに成功した。完成だ、おめでとう。全プリキュアカッパード化計画、今日は最後のプリキュアだ。
それは魔法使いプリキュアにカッパーの素質のあるプリキュアを見つけたんだ。それはキュアマジカル。キュアマジカルをカッパード色に染めていくぞ。キュアマジカルを髪を緑色に塗り塗り。なかなか美しいカッパだ。おっと、いけないいけない、眉毛を塗りたかったんだ。そう、こんな感じ。顔の色はこんな色かな。おお、なかなか似合っている。カッパの女王様みたいな感じだな。あとは皿の色がこんな感じの色なんで、こんな感じか。ここを黄色にしておこうか。なかなかおしゃれだね。ここは緑だな。この緑、目は赤、アクセサリーは黄色だな。これはアクセサリーか、何かな。あ、違った、これは緑。ここはアクセサリーだ。おー、で次は洋服の色か。洋服の色を持っていくぞ。濃い緑、もうちょい濃くするか。お、いいんじゃないか。この色にして、ここは薄めの緑だな。もうちょい濃い緑だな。おお、なかなかかっこいい。影をつけて、とても美しいカッパードの出来上がりだ。すごくよく似合ってるな。背景も作ろう。こんな感じの色でどうかな。すごくよく似合っている。とっても素晴らしいカッパードに仕上がったな。完成おめでとう。神も祝福している。今日は4人のプリキュアをカッパードカラーに染めてやった。みんなは誰が一番カッパードに似合っていると思ったかな。コメント欄に書いて教えてくれ。一番初めに塗ったキュアミルキーがナンバーワンカッパードだと思ったら、コメント欄にキュアミルキーと書いて教えてくれ。2番目に塗ったキュアエールがナンバーワンカッパードだと思ったら、コメント欄にキュアエールと書いて教えてほしいな。3番目に塗ったキュアカスタードがナンバーワンカッパードだと思ったら、コメント欄にキュアカスタードと書いて教えてくれ。4番目に塗ったキュアマジカルがナンバーワンカッパードと思ったら、コメント欄にキュアマジカルと書いて教えてほしいな。遊んでプリキュアの全プリキュアカッパードカラーに染め上げる日も近い。この動画が面白かったらグッドボタンを押してくれ。そうしてくれるとまた他のプリキュアがカッパードカラーになるかもしれないよ。それではみんな、この辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見る。メリーよ、そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくる。メリー、タッチしていろんな動画を見てみる。メリーよ、これからもアソブームよろしくメリー。